どうもリントです。ちょっと今日の動画はね、少しキモいかもしれないです。多分これね、YouTube 上げる前にインスタや Facebook にね上がってるとは思うんですけども、まあね、ちょっとさっきも見てちょっとキモいなというか、早くねって思ったんですけど、うちでね、ギュビア、まあ、ゴキブリですね、今飼育を始めてちょっといて、まあ、うよびょ節あってね、で、まあ、飼育を始めていたんですけれども、一匹試しにパッちゃん食べんのかなと思ってさっきあげたら、死に物狂いで取りに来てめっちゃ食ってたんですよね。なんでちょっと一匹また与えてみようかなと思います。はい、パッチ、はい、これからゴキブリが移りますって言っても、日本のゴキブリほどキモくないっす。そこだけはご安心ください。はいはい、どうぞ。早くね、捕食するの早くね。はい、そんな逃げなくても安心できる場所で食べたいのかな。食うの早くね。食うの早くね。嘘。やっぱ昆虫食べるの好きなんだね。あ、でも今回あれだね、分解して食べないんだね。さっき分解して食べてたんですよ。腹割ってなんか2個にして、片方ずつにして食べてて、今回はちゃんとなんかキモい食い方しなかったね。さっきちょっとキモかったよ。あんただって分解してさ、1個じゃない、半分にして食ったでしょ。ちょっと待って、もう1匹いる？よいしょ。はい、いて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 、指噛むな。捕食すごいね。まあ、あんまりいっぱいあげれないけど、たまにのおやつとして。君たちもデュビア食うんだったら育てよっか。早くね、そして食うの。今ね、パッちゃんにしかあげてないけど、食うの早くね。幸いね、今映像的にこう見てると、私が指に持ってるからあんまりキモい部分映ってないから、そんなにキモい映像じゃないかもね、これね。うん、まだそんなにキモくないと思うけど、食うの早くね。だから他のマシュマロあげた時とかよりも食いつきがすごいんだけど、っていうか捕食しようとするから私の指も一緒に噛むし、指噛むのはちょっと話が違う。マジか。はい、ということでね、指輪を開けてみたら、すげえ速度で来たっていう動画でした。はい、そんな感じです。ゆっくりお食べ。食うの早くね。あんたそれ3匹目よ。早いな。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで、以上、リントでした。バイバーイ。